情報ネットワークとサイボーグ技術の発達により人々の意思が電脳空間につながれた近未来、高度にハイテク化する新時代の犯罪に対処するため設立された内務省直属の精鋭部隊、公安9課、通称攻殻機動隊。全身をサイボーグ化し突出した身体能力を持つ公安9課リーダー草薙元、高出力なパワー型サイボーグの体を持つ元軍人バト、電脳化以外はほぼ生身の体を残す元刑事トグサ、強い統率力と優れた政治的手腕を持つ公安9課課長荒牧大輔、それ以外にも狙撃、爆弾、情報戦などさまざまな分野のエキスパートたちが集う。さらに9課をサポートするのは人工知能を搭載し自ら考え判断し行動する多脚戦車兵器タチコマ。そして彼らの前に姿を現した正体不明の超特 A 級ハッカー笑い男。無数に現れては消える不気味なシンボルマーク、その向こうに隠された電脳化社会の深い闇。巨大な陰謀が明らかになるとき、公安9課の戦いが幕を開ける。新世紀パジェロ攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックス。そうしろってささやくのよ、私のゴーストが。オープンザフューチャー。オッケー。フィー